中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。打ちました、サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている今宮。沢村、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー沢村、そしてキャッチャーは木下。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。いいボールですね。はい、変化球が決まっています。打ちました、セカンドが取り、ツーアウトになりました。打順は3番大山。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。いいボールですね。はい、低めのストレート、ストライク、160キロ、引っ張った、サード取った、一塁アウト、スリーアウトです。さあ、これからスワローズが守備につきます。そしてマウンドに大島が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。これが1球目、引っ張った、大山、一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている木下。今永、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。打席には3番バッター浅村、ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、これはサードライナー。バッターボックスには4番柳田、ツーアウトになっています。初球ボール、2球目は何で来るか。インコース詰まりました、今永が抑えて3アウトチェンジです。2回表に入ります。スワローズの攻撃、4番バッター GG 佐藤。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で最初、引っ張った、高橋、アウト、ワンアウト。バッターボックスは5番牧。沢村、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。低めの変化球は外れました。ボール先行です。打ちました、ファウルになります。次が4球目、低めの変化球です。インコース詰まりました、ここは打ち上げています。取って2アウトです。バッターボックスには指名打者の安田、2アウトになっています。打ちました、流しました、レフトへ打球伸びる。2回の裏になります。ドラゴンズの攻撃、バッターは DH 吉田。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で迎え、ストレート打った、一塁送球、一塁アウト。バッターボックスは6番ビシエド。今永、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド打った、フェアだ、抜けていった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッター、さあ、そして打席には高橋が入っています。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあ、一打サヨナラのチャンス、まあランナーワンヒットで帰ってこれるだけなんでしょう。ライトへ、ワンバウンドヒットになった、セカンドランナーはサヨナラか、サヨナラなるか。さあ、そしてバッターボックスにはリュウクが入ります。さあ、チャンスが続きます。まあ決めればサヨナラですからね、この流れで決めてほしいですね。バッターボックスには代打の村上、ヒットでランナー三塁一塁に変わっています。これが初球、打った、掴んだ、帰った、帰った、サヨナラ。代打としてこれ以上